人造人間との大決戦を目前に、 Z 戦士は花見を楽しんでいた。そこへ伝説のスーパーサイヤ人ブロリーが現れる。その惑星をも一撃で破壊してしまう圧倒的なパワーで Z 戦士たちに襲いかかる。カカロット、まずお前から血祭りにあげてやる。よし、一丁やってみっか。伝説のスーパーサイヤ人、殺される、みんな殺される。やつは伝説のスーパーサイヤ人なんだ。お前たちが戦う意志を見せなければ、俺はこの星を破壊し尽くすだけだ。こっちだ、うせね。うわ、やっと戦う気になったよ。その程度のパワーで俺を倒せると思っていたのか。うわ、逃げて、前を取ってください。オラもタフだけど、あいつは桁違えだ。ほら、少しは手加減しろ。手加減ってなんだ。やめろ、勝てるわけがない。あいつは伝説のスーパーサイヤ人なんだぞ。また一匹虫けらが死にに来たか。フン、化け物め、好きにしろ。今まで感じたことがない何か、身震いの震えがすごい気を感じた。お前たち、すげえ化け物相手にしてたんだな。俺が化け物、違う、俺は悪魔。おとなしく殺されていれば痛い目に遭わずに済んだもの。勝てっこない、やはり伝説のスーパーサイヤ人だ。何を寝言言っている。ふてくされる暇があったら戦え。なぜなんだ、なぜあいつらは奴に立ち向かうんだ。なぜか、なぜ戦うんだ。勝てるわけがないのに、なぜだ。相手が悪すぎる。されるぞ。気をつけて、奴に隙を与えてはダメだ。もう終わりか。下級戦士が戦っているのに、この俺様が黙っていられるか。どうぞ。サイヤ人の王子ベジータが相手だ。お前だけは簡単には死なさんぞ。今だ、攻めるなら今しかないぞ。
が高まる。あふれる。遊びはここまでだ。とっておきだ。冗談じゃないぜ。こいつは化け物か。所詮クズはクズなのだ。お前を生かしてはおけない。ここで始末する。どうやら貴様の思惑が外れたようだな。徐々にだが奴が押し始めた。まだ戦える。これで終わりだ。片付けてやる。自信持て。おめえならやれるはずだ。どうした。貴様の実力はそんなもんじゃないだろう。ヤツは何か企んでやがる。気を抜くな。とっておきだ。うわ！